そういえばですね、ついさっき昔のことを思い出したんですよ。僕昔ビジネスホテルにね、一人で泊まるのが好きだったんですけど、そのホテルの部屋でね、カップラーメンを作ったんですよ。3分経ってね、できたと思って食べようとしたらね、箸がなかったんですよ。で、その箸がないくて、まあフロントに行ってね、割り箸をもらえばよかったんだけど、今もう目の前にね、もうできてるラーメンがあって、まあこれフロントに行ったら麺が伸びちゃうぞと思ってすぐに食べたかったんですよね。でもね、箸がないまま食べることができたんですよ、歯ブラシで。で、それじゃあ今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。ダッシュドッスン2納豆。さあ、ダッシュドッスンだったね。まあ考えたら、ここのドア入ってすぐ右に行くみたいな、そんな感じでいいと思うんだよね。じゃあオッケーこれめっちゃチャンス、オッケー。もう一回でしょ、もう一回ダッシュドッスン。これも多分勝ち確だよ。これは失敗しなかったら多分いけると思う。このドアに入るのをね、間違って、おお危ねえ、やったやったぜ、ちょっぱら勝つことができたね。さあ次はね、交差感っていう、交差感かよくわかんないけど、ちょっとイントネーションはよくわからないね。強いね、キノピコ。ザ・ロックワールド1の1。かっこいいね、名前。ロックワールドだって。でもクリア条件は、コインを20枚以上取ってからゴールね。コイン、20枚以上か。これ全部から。うわ、ラグ、ラグ、ラグ。ちょっと待って、これ上から行こうか。上から行って、うん、よし、1番ですね。1番だけど、これコイン20枚か。どうしようかな。全部っていうわけじゃないでしょ、コイン。多分ね、結構あると思うんですよ。お、来た来た、これもうゴールっぽくない？目の前ゴールっぽいよね。え、誰かやられた、誰かやられたね。オッケーオッケーオッケー、よし、これもう押して押して押して、マリオ押して押して押して待って待って、お疲れ様でしたって来てるね。もうゴールなのかな、キノピオでしょ。よし、オッケー。あ、キノピオ結構強かったんだけど。いや、ちょっと、マリオ、マリオ邪魔だって。もう早く行ってって、もう、多分先で待ってくれてると思うんだよな、キノピコが。やっぱり？いや、キノピオか。あ、待って、あ、待って、失敗した。ちょ、危ね。次のコースやっていきますが、これさ、よし、オッケー。この青いやつ取ってった方がいいと思ったんだけど、ちょっと復活するまで待つか。ちょっと待って、キノピオ。キノピオ、一緒行こう。よし。それは、よし、危ねえ。これもまた青のやついるよ、青のやついるよ、青のやついるよ。よし、この辺、よし、オッケー。キノピコもうまいね。キノピコじゃない、キノピオね。ジャンプ、うわー、やりやがったやりやがったな、キノピオ。あれ、2つに分かられたらもういけないんじゃない。あ、いける、復活してるね、このカキ。もう一丁、オッケー。で、もう一丁で、中間ポイント。あら、1人リタイアした、分からんやろこれ。あ、黒猫かわいい。え、ってか待って、黒猫ちゃんの前にキノピオやばくない？ 7200 だったよね。あ、もう7200はやばいね。世界でももうほんとトップクラスの人だね。世界のトップクラスの人と対戦することができました。キノピオなんか余裕だな余裕だな。それじゃあ、しししししあ、キノピオはアイテム取っていくんだ。それじゃあ、キノピコ信用して、信用してくれない信用してくれなかったか。え、じゃあ、オッケーオッケーオッケー、よし。うわ、早い、待って、マジ早い、あの人、あの人マジ早い。ちょっと待って、うわ、うめえ、めっちゃうめえ。ちょっと待って、ちょっと待って、あはははあー、ちょっと一人で一人で、お、あぶねえ。青っていいね、ちょうど青使ってるもんね。マニマンムーン、4M。 おお、なんか楽しそう。なんかさ、あのキノコとかヨッシーとかさ、なんかスターとかあったらとりあえず楽しそうだね。待って待って、上来るの危ねえ、上来ないでね、みんな。それじゃあ始めていきますが、今度僕一番上のマリオです。よし、オッケー。これは横すく、負けません。僕はこういうのめっちゃ得意なんで負けません。ジャンプ、オッケー。あ、まあ、なんか持った、持ったけど、いい、これ投げよっか、投げた方が早いでしょ。オッケーオッケー、ジャンプ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 、オッケーこれはうまいね、これうまいと思わない、こういうの。よし、ジャンプジャンプジャンプ、これ勝ったね、これ絶対勝つわ。ピッ、うわ、ここでブロック入れ替わるんだ。おりゃー、
ちょっと今ふと思ったんだけど、まあ結構前の話なんですよ。僕ね、前にキーホルダーを皆さんに抽選形式でプレゼントしたじゃないですか。ちょいちょいね、他の方もね、ぜひ欲しいですって言ってくださってる方がいるんですよ。まあそこでちょっと皆さんに聞きたいんですけど、欲しい人いるかな？ちょっと今ここで聞きますね。欲しい人いる？ある程度の人数っていうか、まあ人がいればもう一回ね、全然プレゼントしてもいいんですけど、そうだな、まあ予定としてはクリスマスプレゼントとしてですね、うん、うわ、え、今チュロップとかいたっけ？全然気づかんかった。うわ、これちょっと撮っていきます。僕この何、このプロペイラー撮っていきます。あ、え、今2人やられたよ。熱い熱い熱い、これは熱い。勝った、これ絶対勝った。後ろ2人いるでしょ。おし、来た。カルピスさんギブアップしたね。一番近いのは、おっと、ちっちゃい、この旗かわいい。めっちゃかわいいね。さあルイージが来る前にゴールしますか。ごめん、さっきのキーホルダー話の途中やったっけ。うん、ちょっとわからんけど、まあ重複したらごめんなさい。ちょいちょい欲しいって言ってくださってる方いるんで、まあクリスマスあたりらへんでさ、僕がですね、みんなにプレゼントさせてもらえたらなって思います。ある程度の人数がいればですけど、欲しい方いたらですね、全然コメントなり、うん、 DM なり、DM っていうか、まあ Twitter でなんか同化して同化して僕にね連絡ください。ちょっと待って、持たないで。持たれた。やっぱ持たれるの、これ一番最初有利だもんね。そしてラグすぎん？ちょっと待って、ラグすぎん？これもう結構なんか最近ラグいな。ちょっとインターネットの調子マジで良くない。あ、これ取っていこう、これ取っていく、これ取っていく。あ、ちょうだい、羽、羽ちょうだい、羽。いやー、取られたー、くっそー。まあいいや、次は羽いるパターン、羽いるパターンっぽくない？なんかこれ上から行く、僕上から行きます。クリスタルケイブン、クリスタルとかケイブンとかさ、バレーとかボレーとかさ、なんとかかんちゃらとかさ、だいたいなんかこう使われる単語だよね。よし、それじゃあこれでラストバトルにしますか。よし、オッケー、ジャンプ、上から行ってよかった。よし、これは、いや、なにこのマリオ、え、なにこのマリオ、え、なんなのこのマリオ、ちょ、どいてって。ファイヤーインザデザート、まあ、砂漠とファイヤー、あ、ファイヤーバーじゃない、バブルの方か。バブルがよく出るんなら僕アイテム取っていきますね、これ。あ、あ、あ、危ない、もう一回マリオン取られるかと思った。よしよしよし、これ多分バブルいると思うんですよね。バルブ、バブルもう分かんないね。そしてマリオたち落ちてったね、っていうことは僕今一人だと思うんですよ。よし、オッケー、ここは、あ、ちょっと待って、遅い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 し、しょぼい。めっちゃしょぼい。さあこれは上に上がってってアイテム取っていきます。よし、アイテムは、アイテムちょうだい。あ、待って、これは渡さない、これは渡さない。よし、オッケー。そしてこっちで、次もう一回右でしょ。いいね、いいね、いいね。そして中間ポイント、中間ポイント、うわ、また当たった、また当たっちゃったぜ。よし、でこれは左の、これ危ないね、これ一回やられたらおしまいだね、多分もう抜けないと思う。そして今度右、あー危ない、びっくり、マジでびっくりマンシール。そしてここは、よし、で次こっち、いや、これはマジで慎重に行こう、この辺来た。うわ、またいるわ、決めつくそうもんない。強いんだよなあの人。誰よりも早く登りきれ、勝者の選択。これは登る系か。スタートって書いてるっぽいね、あの青文字。めっちゃ可愛いな。多分クリボー、カキボーか。カキボーのところでいいかな。青、青、青、青。いや、こっちでいいか。よし。早くね。え？ちょっと微妙。さあ、これは、よし！こういうコースいいね。僕、こういうコース前にも勝てたよ。これのなんか暗闇バージョンのところみたいな感じで、コースか。で勝ったよ。このチョビちゃんが苦手なんだよな僕。よし、これは一番早くないね、一番早くない。もうダントツだよねこれ。こういうの僕得意かもしんない。あ、ハートになってるね。そして可愛い、めっちゃ可愛いな。これ一番右に行こうか。よし、で次はこれはこっちか。よし、あ、これ絶対勝ったわ。こういうの得意なのかな。これでラストバトルにしようかな。これで勝ったらラストにします。よし、オッケー。で右のジャップ、じゃあ、オッケー。これもうゆっくりいきますね。はい、
実況もね、ゆっくりできるわこれもゆっくりしていいと思う。さあこれはでゴーンみたいな感じでしょ。これはなるほど、もう一回戦あるのかな、これどうなんだろう。あ違うか、あこれでゴールか。あよかったよかった。そしてあ右に行けばいいのね。オッケーオッケー。みーゆーさんちょっと似てるね、めっちゃ可愛い。ああいうなんかちっちゃいアバター可愛いよね。僕のピオキングのアバターと僕のこの声全然合ってないとは思うんですけどね悲しいことにあの声と合ってるっていうのもどうかと思うんですけどね。よしそれじゃあ渡っていきます。中間ポイントオッケー。いやいいよこれは。あーちっちゃい方がなんか有利っぽいけど結構ここなんか危ないもんね。うわまたまた合唱さん強くね。合唱さん歌っててキノピオよく言いますよね。 CHN ミング、まあ、チャーミングでいいのかな。まあ目はチャーミングだよね。さあさっきと似たようなコースだね。おもしかして同じではないかめっちゃさっきと似てるね。まあ今度はなんつったってあの合唱大好きさんいないからね。おきょきょきょ、これマジでカキ棒、カキ棒に気をつけていこう。あちょっと待って危ねえ、下からもモグラ出てくるのか。おきょきよしキノピオ台湾だね。ここは僕とキノピオの勝負ですよ。よしオッケー。じゃあね、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。